あの向こうに見えてるバス停からずっと歩いてきました。ここはロータリーです。確かドイツから来たバス降り場が向こうでしたね。はい、駅から5分ほど歩いてきまして、このファイチャーホテルですか、オレンジの建物のようです。到着です。で、まだ時間が早いのでチェックインはできないと思いますので、荷物をここに預けて観光に行こうと思います。レセプション。今3時です。買い物を済ませてホテルに向かっております。ずっとこの市街地を歩いて帰っております。まっすぐ？はい、まっすぐです。やっぱりお店は閉まってますね。シエスタ終わったかと思いましたけれども、やっぱり日曜日はお休みということなんですね。チェックインが過ぎました。今日は3階の25号室だそうです。なんかマンションみたい。あ、そうなの。はい、25号室です。オーバーの見立てが開けてよ。これはそこに差し込むかな、かな、これわかんないです。はい、部屋こんな感じですね。ここにクローゼットがあって金庫もありますね。はい、ここに、はい、あ、ハンガーたっぷりで、窓からの眺めはないですね。で、ちゃんとコンセントが枕元にあるのは嬉しいですね。まあ、都会的な感じのインテリア でエアコンですね。はい、でエアコンをするときは窓を閉めろと言っておりました。はい、で鏡があって、でトイレは当然水洗で、でシャワーですね。シャワーはデカヘッドのこのなんか4段階ですかで切り替えができるタイプがついてます。紙コップか、まあしょうがないですね。はい、狭いけど、まあ街中の、そうですね、はい、やはり冷蔵庫はなかったですね。まあ、エアコンがあるだけでもらしいね。はい、はい、こんな感じで、じゃあくつろぎましょう。今つけました。シャワーを早速浴びてきました。まあシャワーは狭いんですけれども、石鹸もあって、さっぱりしました。でここですが、ここのテーブルのところにコンセント2つになんと有線 LAN もあります。素晴らしい。そして Wi-Fi 今つないでみました。あ、なんとか行き帰りました。5メガですか、まあまあってとこですね。
ップロードは18メガですので、使ってて5メガまで落ちてるという感じでしょうか。もし夜になって遅くなるようでしたら、こっちの有線 LAN を使うようにします。ではビール、買ってきたビールで、ビールタイムです。99セントでした。 660cc で99セント激安ですね。で、つまみやかっぱえびセントです。ではいただきます。疲れた。では5時25分でまだ早いんですが、夕食にしたいと思います。今日はスーパーで買ってきたスニッツェルサラダで、サラダにはちゃんとこのオリーブオイルと、はい、バルサミコソースが、でこれ何でしたっけ、あのライスの混ぜ物を買いました。ではいただきます。おはようございます。7時になりましたので、朝食に向かいたいと思います。朝食は0階のレストランです。ちょっと先に支払いですね。はい、では支払いも済みましたので0階へ。誰もいない、素晴らしいね。日本なら行列してるね。奥にしよう。はい、とっても充実してますね。めちゃめちゃ美味しそうです。こんなシリアル類もものすごくたくさんありますね。ここはとっても評価が高いとこでした。はい、クロワッサン、はい、バゲットとかもすごくたくさん種類があります。がっつりいただいちゃいましょう。こんな感じで撮ってみました。野菜とハムでパン、パンはあれ、おじえらい少ないね、どうして。いや、とりあえずです。あとオレンジジュース。じゃあオバーはこれかな。オバーはこれですか。はい、がっつり、がっつり、はい、完食です。おじいも完食です。締めはエスプレッソ。